はい、こんにちは。2023年10月12日になりますね。今日木曜日、遅番っちゃ遅番なんですよね。配信とかでね、今までもずっと言ってきたんですけど、僕の孫がね、娘の子供が、ようやく生まれましてですね、10月11日ですね、昨日の夜だったんで、10月11日に本当にご心配おかけしまして、ちょっと遅れてね、生まれてきたんで、無事に生まれました。母子ともに健康ということで、2788g の女の子がですね、無事に生まれてきましたんで、それはちょっとこの場をお借りしてですね、ご報告させていただきます。はい、ありがとうございました。はい、晴れて、昨日の夜から僕はですね、おじいちゃんになりましたんでね、おじいちゃん頑張るぞと言った感じでですね、今日はですね、こちらになりますね、 JR 新潟駅、久々に来ました。本当はもっとね、早く来たかったんですけどね、いろいろ僕の方もバタバタしてましてですね、新潟駅には来れなかったという感じになります。10月2日にね、万代口の方のね、通路が完成したんでね、すぐ脇に東側連絡通路が見える感じ、そこも早く行きたかったんですけどね、今日ようやくね、行けることになりましたんでですね、これからね、撮影していきますんで、ぜひ最後までお付き合いください。行ってまいります。まずはいつものようにね、南口にね、自分の車を駐車場に入れました。これが南口の、ね、正面になりますね。新潟駅というね、新しい看板がね、キラリと輝いております。隣にはね、心南館ですね。ビッグカメラとね、ゼビオスポーツなんかが入ってます。サイゼリアとかもね、入ってて、あと小島屋ね、お蕎麦屋さんの小島屋、有名なね、ところもね、こちらに入ってます。そして渡り廊下でですね、つながっているのはプラーカ1っていうのかな、アートホテルが入っていますよ。そしてプラーカ2ともつながってはなかったかな、一応つながってるか。そしてプラーカ2と3の間は地下でつながってます。昔はね、いろんなお店がたくさん入っていたみたいなんですけど、今はね、100均と本屋さんぐらいなのかな、あとはオフィスビルになってしまった感じになります。黒いビルはレクスンタワーですね、シティタワー、レクスンビル、マンションになりますね。隣は、フィットネスジムと、あとは駐車場になりますね。そして隣にはね、ホテルメッツがありますよ。ここが南口のね、バスロータリーになります。これはね、新しくね、こう縁石とかが整備されたりね、屋根が延長されたりしたんでね、これはもうこのままね、使うような形になりますね。こんな感じ、外は快晴。新幹線ホームにはね、 E7 系の新幹線が止まっています。そして今日はね、天気が良くて暖かいんだけれども、さすがにミストは出てないね。これね、多分30度以上ぐらいになるとね、ミストがバーっとね、霧が出て割と涼しくね、感じることができるんですけど、さすがに今日は出ていない。そしてこのね、ガラスとこの屋根、以前はここまでだったんだけど、ここから先は新しいものがね、延長されました。このね、今のデッキとね、ちょうど接続する感じで、この屋根の下を歩いていけば、とりあえず雨にも当たらずにね、このデッキの下の方には行けるといった感じ。そしてここですね、ここから先がですね、新しくできるね、高架下交通広場、駅直下バスターミナルなんて呼ばれるね、場所になります。新しいベンチが置かれてます。そしてガラスの壁が新しく取り付けられていて、ほとんどね、このバスターミナルに関してはほぼできてるといった感じですね。これから見ていきますよ。はい、10月2日以前まではですね、こちら、このね、東側の方の通路は行けなかったんですよね。ここで終わり、ね、ここで終わりだったんだけど、10月2日からですね、通路が切り替わりまして、バンダイ側の方に抜けれるといった感じになりますね。仮設の通路なんだけどね、ガレスビルの方にね、行けるんでね、ここをね、本当は10月2日に来たかったんだけど、ちょっと来れなかったんで、今日ね、撮ってこようと思います。行ってみますよ。すごく楽しみ。はい、直下バスターミナルの方はベンチが動かされてますね。またなんか新たな工事をするみたいですね。こんな柵が取り付けられるんじゃない、新品のね、柵がね、無造作に置いてある。これが多分どっかに設置されるんでしょうね。そして
で花園方面に通り抜けできますになりましたね。前はバンダイ側の方には抜けられませんという書き方もしてあったんだけど、まあ、抜けれるようになったにしてはですね、意外と歩行者は全然いないといった感じ。バスターミナルはね、まあ、ベンチがねちょこちょこ、まあ、これ多分仮に置いてるだけでね、手でこれ持ち上げて動かせるんですよね。下に重しがあるけれども、まあ、簡単には動かないんだろうけどね、こんな感じになってます。この辺がもう全てねバス停になりますね。ほぼほぼできてる感じ。そしてこのベンチなんかもね、多分まあここではないんだろうね、多分ね、なんとなくまあ仮に置いてあるだけかもしれない。そしてこれが階段になりますね。おー、そしてこれ東側と向こうとほら繋がったんですね。繋がってますね。へー、資材がたくさん置いてあります。これは何だろうね、ケーブルを保護するものかもしれないね。わー、できてきたね。こうせっかくだから通ってみようか。すごい、ほらここはねバスが通るんですよ、ここ。わー、楽しみだね。まあまあ、このホームというかね、バス停はまあこのね駅の下は4つぐらいだね、4つぐらいしかないんだね。これもし完成したらね、ここを歩かせるってことは多分ないとは思うんだけどね。横断歩道とかにしてね、多分バスがバンバン走るようになるだろうからね。こんな感じでね、まあ本当に間もなくといった感じ。来年の春にはね、ここをもうバスが走ってるようなね感じのねイメージになりますね。ガラスが取り付けられていてね、まあベンチがあちこちにあって非常にね楽しみですね。はい、そして駅側の方のね通路、まあ、こちらはねもともと通れたんでね、まあ、人が割と結構ね歩いてる方かなといったところですね。こちらの方の通路もね、前とはちょっと変わってます。せっかくなんでね、一旦バスターミナルの方に行ってみましょうか。めっちゃなんかあれですね、通路は歩道はジグザグ、かなりジグザグになってますよ。だいぶ変わったね。そしてまあこのね、バンダイ広場の屋根がですね、まあ、着々と進んでるといった感じになりますね。はい、駅を背にしながらですね歩いてくると、やがてバス降り場、バス乗り場ですね、バスターミナルとタクシー乗り場に出てくるといった感じ。新しいイメージがねできてますね。こんな感じ、ほら、この骨組みとね上にガラスが乗ってる屋根がありますよ。あ、イメージだけども、でもこれ丸カビでね一応取り壊す予定になってるんですよね。今これなねあるけれども、来年度中にはね解体が始まるという話。まあ、緑がたくさんでねベンチがあって結構楽しそうですよね。はい、10月2日ぐらいまではね、確か、まあ、ちょっと前までねここを通れたんだけどね、すっかりもうね、歩道の仮設アスファルトはねなくなってますね。まあ、工事はこんな感じでね、どんどん進んでってる感じ、非常に楽しみですね。まあ、現在バスターミナルとかにはねこの階段とあとこのスロープでね行けるような感じ、ちょっと上り坂になってる。で、登ってきたところにはねタクシーが待ってます。タクシー乗り場がありますよ。こんな感じになりますね。わあ、いい天気だね。外すごく暖かいですよ。はい、それでは一旦戻りましてですね、東側連絡通路の脇ですね、新しくできたね仮設の歩道、そこをねまあ歩いていこうと思います。ガレストビルまでね繋がってるんでね、若干ね逆光で見えにくいかもしれませんが、こちらもね新しく設置されたイメージ図になりますね。こんな感じ、バスがねこんな感じ、まあ、これここから見た感じを多分イメージしてるんだろうね、おそらくね。まあ、外にもバス停ができるんだね、おそらくね。屋根がねだいぶできてきてますよ。こんな感じ、ちょうど屋根の下もね多分バスが止まるような感じなのかな。結構でも急なカーブに見えるね、なんとなく見るとこんな感じですね。でここが歩道になります。まあ、現在はね仮設の歩道がね横に切ってあるんでね、そこをとことこね歩いてみようかと思います。花園方面ですよ。真新しいアスファルトがねこう敷設されてますね。そして東側連絡するのがすぐ脇に見えてるよとねいった感じ。はい、これがね散々お世話になった東側連絡通路。初期の頃の動画はねだいたいあそこの窓からねこう新潟駅のね解体状況だとかねこうできていく様子だとかをね撮ってたんでね、ほんと散々行った場所ですね。これもやがてね解体がまあ間もなく始まるといった感じでしょうかね。このね東側連絡通路の脇をねとことこ通っていくような感じになりますね。こんな感じ。
なんかでも懐かしいですよね、すごくね。懐かしいね。ちょうどねこの辺のね下が改札だったんですよね、万代出口の仮設の改札。そしてそこにね行くと8番線9番線があってね、電車がこのね地べたを走ってたのはね、まあついこの間みたいなね感じではありますけどね。はい、そして東側連絡通路でね、エスカレーターと階段はですねこんな感じで封鎖されてて全然わからない感じになりますね。ちょっと前までね見えたんだけどね、閉じちゃいましたね。そしてですねいつもの通りに出てきます。ここもねバンバン車が走ってたんですけどね、今はねもうここには車が来ない感じですね。そこで行き止まっちゃうんでね、ずっとねあの縁石みたいなのをね先にこう作ってる感じになりますね。屋根の下、屋根もねどんどんこれ進んでってますね。だいぶできてきたよ。そしてガレストビルの前の通路になりますね。こんな感じ。これなんかもまあリニューアルされるんだろうね、多分ね。そしてだいぶできてきたねこの屋根になりますね。こんな感じ、ガラスの屋根。どんな感じでね、まあこれがずっと同じ感じがねこう進んでいくんだろうね。塗装はそこまでしかまだ終わってないですね。ガラスもそこまでになりますね。まあこれちょうどね太陽のそう遮ってる感じです。この向こうに太陽がある感じ、結構光遮るんだね。まあ半透明なんだけど思ったよりね日陰にはなる感じですね。そして向こうの方にはかなりあのブロックがね、インターロックみたいなブロックがね敷かれてますね。まあ、少しずつ出てきてきてる感じになりますね。はい、そしてこちらがですね丸竹ビル側から見る様子になります。うわー、なんかイメージがねほんとできてきましたよね、新潟駅。うわー、なんかめちゃくちゃ楽しみですね。縁石がぐわーっとね最初に作られてるの分かりますかね。縁石がねだいぶできてきてるんだよね、結構なカーブだね。でもね、すごいね、これ楽しみだね。かなりねできてきましたね。すごい、あーちょっと感動するな。それではね、今のバスターミナルね、なくなってしまう予定のねバスターミナルを見てですね、西側連絡通路ね、そしてまああの駅のね、あと新しいデッキがですねかなりあの支柱がねできてきてるんでね、そのデッキの様子もね撮影してこようかなと思います。これがデッキの支柱になりますね。わー、相当なんか現実的になってきましたね。ちょっと逆光な感じだけどかなりごつい支柱になります。はい、そしてこちらがですね現在のバスターミナル、まあ、ロータリーですね。一般車入ってこれません。バスとタクシーしか入ってこれないようなね場所でございます。結構まあ間違えて入ってきちゃう方ねたくさんいられるんですけどね、真ん中がタクシープールになりますね。基本的には仮設の状態ですね。仮設の状態、これが現在のバスターミナルですね。バスがねバックで入ってくるんですよ。結構珍しいねバスターミナルになりますね。こんな感じでね、まあ誘導員がいてね、こんな感じでバックで入ってくるんですよね。これね、すべて来年の3月にはね、なくなっちゃいます。すべてね、先ほど映した駅直下バスターミナル、高架下交通広場にね、すべてバスはね、集約されるような形になりますね。ちょっと寂しい感じはありますよね。まあこんな感じでね、何台か結構いっぺんにね、スタートするんですよね。まあ理由があってなんでしょうけどね、ちょっとわかんないけど、まあ、非常に、まあ信号のタイミングか、信号のタイミングも合ってんなのかな。0番線がね、あの向こうのね BRT、 そしてここは2番線からね13番線まであるんですよね。非常にまあ珍しいね、あ、まあ、味のあるバスターミナルでしたけどね。まあこれもまあね、終わってしまうと来年の3月ですね。それではね、西側連絡通路行ってみたいと思います。
はい、そしてこちらがですね、現在も使われている西側連絡通路へ向かう階段になりますね。これもまあデッキができて昇降階段等ができるとね、これはいらなくなるんで、やがて解体される予定。東側連絡通路はとっくに使えなくなったんですけどね、西側連絡通路はね、未だに使われております。わあ、なんかあれエレベーターとかじゃない、もしかしたら。いつの間にかあんなのができたね。すごい楽しみですね。そしてデッキがかなりできてきてます。そしてデッキの支柱ですね、わかりますかね、これデッキの支柱がこれとこれ、画面中央。そしてさらにもうあと2本、だいたい支柱はこれで終わりかなってとこですね。あとはまあ橋桁みたいなのかけられてね、だん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 ね、つながっていくような感じ。下にはガラスがね、すべて入りましたね、ほぼすべてですね。ガラスでしたね、やっぱりね。こんな感じ。まあ壁面が塗られて、塗られたのかわかんないけど、黒っぽくなってますね。そして下はね、すべてガラスがね、入りましたね。わあ、なんかいよいよね、駅はね、完成してきましたよね。いい雰囲気、いいですね。そして西側連絡通路から見た様子、作業用のね、車、まああの高所作業車とかね、あとはまあね、バックホーですね、あとあれも高所作業車ね、あとはクレーンですね、結構大きなクレーン、50トンクレーンかな、多分ね、ぐらいの大きさのクレーンですね、がありますね。かなりまあ忙しくなってきてる感じには見えますね。今はもっぱらデッキの工事、楽しみですね。それでは駅の構内もね、ちらっと入ってみましょう。結構駅の中は混んでますね。そして柳庵なんかもね、柳庵でも空いてるな、かなり空いてるな。現在は1時48分、あ、空いてる方かな。駅の中はね、特別大きな変化はなさそうですね。そしてこちら側が東側になります。まあ、こっちもね、やっぱ結構人は多いですね。心になりますね。ビドフランスがあって、ニューデイズがあります。そしてまあね、今ちょっとこれ多分今だけなのかな、10月12、14、2日間だけね、このパテスリーっていうのかな、ありがとうというね、お店がね、出てますよ。そしてこちらから見るね、外の風景ですね。屋根がかなりできてきてますね。途中そこね、まだ左側の方まだ切れてるけどね、まあ通路がしょっちゅう変わってね、今こんな状態ですね。そしてこちらがね、デッキの工事になります。据え付け作業を行われてます。ちょうどね、ここからまっすぐね、階段とエスカレーターがね、まっすぐこうできるんじゃないかな。それまだまだこれからといった感じですけれどもね、すごく楽しみ。なんか急ピッチで作業がね、こう進んでる感じがありますね。まあ構内ね、切符を買って構内には今回はね、ちょっと入らないでいいかなと思ってるんですけど、なんかほとんど変わってないですからね。まあまたね、定期的にね、中なんかもね、まあ行ってみようと思いますので、ぜひね、まあ今後またね、ご期待いただければと思います。はい、そしてぐるりと回ってね、南口に戻ってきました。まあざっくりですけどね、まあだいたいこんな感じですね、今のね、新潟駅の状況。心南館とかはね、そうですね、特に変わりはないかなといったところ。南口のこのね、左右のね、この工事用の壁で覆われてるんでね、この辺もまあ改造されるような感じになりますね。今のところこんな感じですね。最後にね、高層マンションですね、建設現場ちらっと見てね、動画を締めたいと思います。はい、まあいつものパターンでね、最後にやってきたのはこちらです。わー、でもなんかできてきた感じがありますね。わかりますかね、まあ、ちょうどこれ開かないね。どうですか、ちょっと逆光で眩しいけど、駐車場だね、やっぱりね。あれは駐車場でしたね。ちょっとあの駐車場の手前にできるんだよね。30階建てができるんでね、これもまあね、新潟駅の動画を撮りに来た時はね、なんとなく映していこうかなと思っております。これね、ガーッと伸びてきますよ。ガーッと30階建てですからね、かなりの高層ビルが建ちます。楽しみですね。はい、いかがだったでしょうか、 JR 新潟駅リニューアル工事の進捗状況。まあちょっとざっくりでね、結構まあ
ザザザと撮ってるんでね、何も分かりにくい部分もあったかもしれませんが、結構これをね見るのが僕好きでね、ずっとこういう風に撮ってきたわけですが、まあまあこれからもですね、新潟駅完成まで、まあ、全部が完成するのはなんか2030年とか言われてるんですよね。でも大方ね、大方多分来年、来春ぐらいにはね、だいぶまとまってきてるんじゃないかなという感じになります。非常に楽しみなところですね。今後もぜひね、まあ2週間に1回ぐらいのペースになりますけどもね、撮影していこうと思いますので、ぜひね、今後もね、ご期待いただければと思います。冒頭に申しましたけれどもね、ようやくですね、本当ご心配、たくさんの方にご心配いただきましてですね、僕の娘がね、はい、子供がね、ようやく生まれたということで、ですね、2023年10月11日まで、ですね、夜中というか、まあ11時半ぐらいだったかな、生まれたということで、無事にね、生まれたんでね、晴れて僕もね、冒頭にも申しましたが、おじいちゃんということでね、なんかこうね、なんていうのかな、まあまだ実感はないですけどね、あんまりね、まだ会ってもないんでね、なかなかね、簡単にはまだ会えないんですよね、やっぱコロナの関係があってね、簡単には会えないんで、まあ1日、面会は一人だけでね、一人だけでさらに、こう、15分以内しか会えないとか、そのなんか制約があって、なかなかね、僕も簡単に会えないんだけど、まあまあ、ね、何日か後にはね、会ってこようと思いますね。楽しみですね。はい、というわけで、ぜひね、チャンネル登録、グッド評価、コメントなど入れていただければと思います。はい、というわけで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。